今日はやっぱり世界で一番オリオンワクチンが効くんじゃないですか。そうだ。オリオンビール。オリオンワクチン。オリオンワクチン。オリオンワクチン。今日はあの映画監督が一人来てましてですね。いや。おしゃれな帽子をかぶってる江上忠史という。ここ琉球館でも上映会をやったことがあるんです。その彼がですね、ついに五十嵐正史とソウルドドキュメンタリー映画を撮り終わりました。今年中に、完成するんじゃないかということで、ぜひ皆さんお楽しみにしてみたい。今までは彼はドキュメンタリーであのドキュメンタリー撮ってたんですけど、今回のは一味違うんです。何が違うか、役者と僕がちゃんと芝居をしてるんです。それは失敗じゃないの。それは、それは、俺もちょっとそれは不安だったんですけどね。監督がなんか大丈夫だっていうんで、監督も信じてるんですけども。それはあの映画の中にも竹内幸三が一つのモチーフとして入ってまして、次に歌う竹内の詩の場面を役者がちょっとネタバレになっちゃうけど、でもあれかな。でもいいですね。あの次に歌う竹内幸三詩の場面を本物の役者があのこの場面を演じてくれるという、でそこに僕もちょっと絡むんですけども、まあ、それはちょっと言わないでおきますその、役者が映画の中で演じてくれてる場面に流れる歌はこの歌です。別れたい。
で